あの占いの話と一緒で、みんなは占いを求めてるんですよ。占い師ってのは何かって、占い師のところに自分を肯定してもらいに行くわけですよ、うん、であなたのこの生き方で大丈夫なんだと、うん、っていうふうにして、占い師に自分に寄り添う言葉を求めてくるわけですよ、うん、実はだから政治家もそうで、うん、政治家もその人気が出る政治家っていうのは、国民の思ってることがまあ間違ってたとしても、うんうん、それに対して寄り添うやつが票を取れるわけですよ。なるほど。だから気持ちで寄り添う、別に理論とかじゃない、うん、でそこがそのある意味それ全く正しいんだけど、あの問題なのは、じゃあ国民全員がコロナ怖いって言ってたらこういうことになっちゃうけど、うん、何年間これやるんだっていうね、うん、もう経済延々と回さないぞって話になっちゃうわけじゃない。これ今日国民の心に寄り添ってる。そうだから菅首相もやろうとしたわけよ、うん、いくら経済回そうとするんだけど、国民全員が回すなっていうの。で国民の心に寄り添ったところがボロボロになっちゃったっていうね、うん、あそうだからそうやって間違っていくんですよ、うん、まあ日本って多分そういう国なんですよ、うん、ずっとそういう国なんだけど、うん、なんか自然環境が良くて、うん、あの水が美味しくて、うん、なんとなく復活しちゃうんですよね、うん、ああそうだからなんか、うん、自然とか地の利があって豊かな国なんですよ、やっぱり。ああまあそれはそうだね。そうなんですよ、豊かな国だ。だからこそそのね、うん、2000年とか繁栄してこられたわけですよ。辺境じゃないですか、うん、土地も狭いし、うん、なんだけど、うん、で文化の中心地からめちゃくちゃ離れてるのに、うん、なんか知らないけど、うん、その脈々と技術力とか、うん、そういうものを高めてきたわけでしょ、うん、でもリーダーシップがいや日本のリーダーシップすごかったなっていう時代ってほぼないじゃないですか。うん、なるほどね。そうなんですよ。なんかそれでもだからやっていける国なんだよねっていう話で、まあ大体こうやって国民に寄り添ってガタガタになった後、うん、わあ焼け野原になったね、また一からやるかっていう、うん、まあそうでしょう。多分そういうあの日本人は感覚楽観的で、そうなんですよ、そういう部分はね、はい、けれどもあのまあ、今の段階でも子供は自殺してるんだよね、うん、でもう今の段階でも子供は小学1年生に入った子がそこからコロナだから、で2年に今なってるでしょ。でももうマスクしか知らないんだよ、うん、子供はね、うん、自分の人生はマスクだと思ってんだよ、うん、で給食とか黙食しかしてないから、そうですね、だから親がいや給食は昔はねみんなとおしゃべりして食べてたんだよっていうふうに言ったら、って驚くわけ、子供がね、うん、そ楽しそうだねって言うのよ、うん、一遍もやったことないんで、ずっと黙食、最近黙食だけじゃなくて簡易給食になっちゃって、はい、ねコッペパンとかコッペパンとね牛乳だけとかそんな感じなんですよね。ひどい、もうひどい状態になってんだよ、はい、でそれをやっぱりこう変えようとする政治家が人気取れないから選挙怖がってそうなっちゃうでしょ、うんうん、でそういうことを言う人たちって結局政治家にならないんで、だから僕も政治家になりたくないですもん、だって、うんうん、めんどくさいから、うん、なろうとしてたじゃん。いやなろうとしてました。あん時は半年でなれると思ったから、首相に。いやあん時はそりゃひどいな。いやあん時は本当にワンチャンあったんですよ、うん、だって僕あん時多分政治家の中で一番お金持ってたし一番知名度あったわけでしょ。なるほど。でだからあえて亀井静香のところで出たんですよ。もう要は選挙も一番強いってなるじゃないですか、亀井を倒せたら。あなるほど。要は地盤看板、そうですよ、これ全部僕が持つわけでしょ、うん、あ地盤カバン看板か、うん、ね、それを全部僕は持つことになった最強の政治家になるでしょ。で僕はあの飯島さんとね、あの小泉さんの秘書やってた、うん、と握ってたんです、うん、まあ、僕は無所属で出ますけど、うん、勝ったら自民党入りをすると、うん、でもうそれも決まってたんですよ、うん、で勝って自民党入りします、うん、小泉チルドレンがブワーってできてきたわけでしょ。あの時多分200人ぐらい小泉チルドレンで受かってるじゃないですか、うん、やつら何も持ってないわけですよ、うん、その3番のどれもないわけですよ、うん、なるほど。そこに僕が自民党の総裁選に出るって言うとするじゃないですか、うん、で小泉さんも半年で辞めることも決まってたわけで、うん、そこで安倍さんですよ、うん、対安倍さんの第一次の安倍さんの時ですよ、うん、お腹痛くなって辞めちゃった時ですよ。あん時に僕が VS 安倍さんで戦うわけでしょ、うん、そしたら僕1年生議員、何もない1年生議員に僕はもう全部支援すると言ったら、200人はもう
当選1回目なのに大臣になれるかもしれないじゃないですか、そりゃ来ますよね、いやもううちの俺のもう仲間になってくれたらお前大臣でもお前政務官でも何でもやるわってなるわけですよ。そしたらまあ僕は勝つじゃないですか、党員選挙でも勝ちますよ。やっぱとてつもない楽観主義だよね。やっぱ商売でその成功するやつって絶対このくらいの楽観性を持ってないともう絶対ダメだね。普通何回投資しようとかと思っても怖くてさ、こっちは悲観的だから常に、だから絶対やれないじゃん。もう冒険をやっちゃうじゃない。でもあれはあんちゃん勝てると思ったんですよ。あそこでだから亀井さんさえ倒せばもうそれで半年後には首相ですよ、だったらまあ 4年ぐらいやってまあ辞めるかって思ってたんですよ。そう、テレビドラマみたいなことさ、怒らないよそんな。いやいや、わかんないし、まあ、もうなんか全部なんか、あの時他の選挙区っていう可能性もあったわけですよね。もっと勝ちやすい。いやだから他の選挙区に行ったら、要は普通の衆議院議員になって普通に、じゃあお前は1年生議員だから雑巾掛けしなさいってなって終わりですよね。ならない方がいいよ、政治家なんか向いてないもん。全然政治家なんてもうなったらおしまいだよ。そんなものはまあロケット飛ばしようとかはるかに夢があるじゃないの。いやそうなんですよ。いやなんで僕はでもね、だからそういう風な人が政治家になればいいのになって思いますけど、やっぱそういう人ってならないですよね、まあそれはならないわな。ならないですよ。仮にじゃあこれ古江さんがこの、まあ、じゃあ例えば岸田さんとかの、あなたなればいいじゃん。いや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 、年齢はね、今何歳だっけ。24です。非選挙権ないのか。あれ非選挙権まだ、いや国会何歳からでしたっけ。25からだと。25でしたっけ、はい、だからまあ、でも準備すれば最年少で出ていくっていうのはありますよね。いや俺これね絶対ね、あの要はあの女性の社会参画っていうのはこれからすごい大きな問題というか課題になってくるわけであって、要は国会議員も半分は女性にしようとか、上場企業の取締役は半分は女性にしようとか、絶対そういう風なキャップが多分決められてくるんで足りなくなるんで圧倒的に、絶対これ実際この次期総理にこれ求める資質って何なんですかね。次期総理の資質なんか本当は何にもないのよ。昔からさ、いろんな人が例えば菅総理が全然その説明責任を果たさないとか喋れないとかいろいろ言うけど、あの大平さんとかさ、いたじゃない、大平正史ね。あうしか言わなかったのよ、はい、そうあうだけでもうガシッとやってたんだから、だからいろんな人がいるんですよ。そうですね、実際その菅さん あの進めた改革、あの今回のデジタル庁もそうですけれども、いろんなこと進めた政策も多かったわけですもんね、菅さんは。あの人はとにかくこのコロナ禍でオリンピックをやってくれたってことがもう最高だよね。まあ楽しくってわしオリンピックが、はい、めっちゃ楽しかったから。もうストレスがすごかったからさ、はいはい、コロナ禍あれでもストレス、オリンピック、めちゃくちゃ叩かれてましたよね。そうですね、直前までの叩かれ方、そうそうそう、めっちゃ叩かれて、ね、オリンピックやったらさ、もう東京株みたいな変異株ができるとかさ、嘘ばっかり言ってやがんのよね。あれ何なんですかね。もうその時からさピークアウトしてたんだから。でそもそもだって選手と関係者はほぼワクチン打ってるし、もう別にいや全然日本人より全員検査してるわけだから、もう日本人より安全じゃないですかっていう。そうそう、もう選手はほとんど虐待に耐えてみんな頑張ってる。もうしょっちゅう鼻の中に綿棒突っ込まれてさ、たまったもんじゃないよあれ。たまったもんじゃないよ。これ本当今日のテーマの一つにもあるそのメディアのタブーみたいなところってあると思うんですけど。